はい、じゃあここから最悪な人生っていうものについてお話をしていきたいんですけれども、はいまあ、ある方がいたわけですよねで別にその人を悪く言いたいわけではないので、はい、あまりその具体的にっていうかそのポイント的にね要素要素だけをお話ししたいんですけれども、はいまあ、F さんとします、はい、で俺の教室に入ってきたのは40ぐらいだったかな、まあ、40代の女性ですよ。はい でその方いわく未婚の方で、えっと、お勤めをされていたんですけれども、はい、まあ会社関係でそういう、ね、人を妙に緊張させて不快にしてしまう要するに好かれないと嫌われると、はい、それを直したいということで、まあ、教室に参加したんですね。はい、である ここんんなエピソードがあってことでお話し,したいんですよライブをやることになって、はい、その方に写真撮影をしてもらったことがあるんですよ。はい、で歌ってまあえー、っとねその時クレハさんと一緒だったかな、まあ、演奏して歌っていて、はい、客席側から写真撮影をしてくれてるんですがそれがものすごく不愉快だったんですよ。はい、なもう本人はその悪気があってやってるわけじゃないんですよ。 はい、ちゃんとこう撮影もするで演奏の邪魔にもならないようにって気遣ってるのは分かるんですけど、はい、ものすごいなんかイライラしてきちゃったんですよ、はい、その方に対して何、はい、な,なんだろうっていうまだ自分俺自身でも分かんないぐらいなんですけど嫌は嫌なんですよとにかくね、はい、である時ねその教室で東京と名古屋と大阪と3つ支部があった中で はい、東京の教室はその栄一さんっていう男性の会員がいて、はい、その方に結構あの仕切りを任せていたぐらいもうすごいいい人がいたんですよ。と、はい、にもう信頼できてその連絡実行だっったたりイベントののまとめとめかてていうのを任せてたんですね、はい、でその方がどのぐらいいい人かっていうと、はい、もう駐車場で車上荒らしにあったことがあったんですって。はい、それをね2 こしていやー先生参っちゃいましたよって笑って話すんですよはいあんたどんだけいい人なんだよっていうそうですね俺はできない多分 <laughs> もう本当だそういう方なんですよはいでその方にあるその東京の教室でライブをやる後に打ち上げをするお店ということで <laughs> H さんが F さんにお願いしたいんですよ はい、その,40代の女性にねはいでその H さんがある時俺にこう話をしてきて新幹線でどっかに移動中だったんだよねお互い何かのライブだったかなで、まあ、その新幹線の車内で、はい、その H さんが俺に「先生ちょっと F さん <laughs> ちょっとあれですね困ってんですけど」ってその車上荒らしをニコニコ話をする H さんが言ってきたんですけど、はい、要するに話を聞いたら打ち上げのお店のことで。 F さんが探してくれることになってたんですけど、はい、何ですかって言ったらその膨大な資料をメールで送ってきたと、はい、でものすごい数のお店を探し,てきましたあの探してきたってことで報告してきてその膨大な資料をボンと H さんに送ってきたと、はい、で H さんからすればはい なんていうのお店例えば3店舗ぐらいに決めこう候補、はい、まもしくはどえあの F さんでここがいいと思いますってさお店を決めてそのお店の情報をくれればいいじゃないですか。はいそうですね。H さんは仕切りですからほかにもいろんなことやんなきゃいけないわけですからはいでその中でその F さんそのだ女性はものすごい数のお店の情報をボンってやって H さんからすれば余計な仕事が増えただけ。はい 他のことでもいろいろあるんですよその F さんのエピソードはねはいで要はねでもその F さんどういう方かっていうと、はい、自分が批判されないようにっていう振る舞いがとても多,多いというか強いんですよねはいで決断をしないの自分では、はい、もし決断してそのお店よくなかったとかって批判される可能性が生まれちゃうじゃないですか はいそうですね打ち上げのお店探し私探しましたよこれだけ探しましたよで放り投げちゃうんですよはいで H さんからすれば全部押し付けられたみたいになっちゃって、はい、だったら全部最初から自分で探した方が楽だったよなぐらいに思っちゃうわけですよね F さんに対してはいそうですね F さんは別に悪気があってやってるわけじゃないんですよはい ここ重要なんですよね別に悪気があってやってるわけじゃないのにシャツ写真撮影にしてもお店探し,しにしても相手にこの人やだなと思われるような結果になっちゃうんですよね。はい辛いいですよねねきっと、ね、はい、そうですねで。そういうのが普段もあるからそれを直したくてっつって俺の教室に来たぐらいですから自分の日常生活でもそういう感じなんでしょう。はい 決断をしななないいってててうののはとても重要なポイントなんですね、はい、その方40過ぎて未婚結婚歴もなかったんですけども、はい、まあ女性として魅力があるかどうかっていうのは別にそれは俺が言うことじゃないんですけれども、はい、やっぱり多くの人がそれ男性から見た女性としていう部分でもこの人不快だなって思われるような点が多いということは。はい まあ結婚のパートナーとして選ぶ男性っていうのはなかなかいないんじゃないかなというふうにもう思えるんですよはいあのー、あるライブをすることがあってはいリハーサルして,て俺が練習したんですよギター弾きながらはいで楽広げてもう直前まで練習してちょっとトイレ行ったんですよはいでトイレから帰ってきたら楽譜がないんですよはいでもうライブ直前だし焦ったんですよ はい、でこのさっきここに楽譜あったんだけど誰か知らないって言ったその F さんが、はいあ「邪魔だと思って片付けました」って言うんですよ。はいな,なんでそんなことするんだっていう話ですよね。はいそうですね。で俺はライブにもう本番直前ですから緊張もあってはいもうパ,パニクってる状態ですよ。はい、でその時になんでそんなことしたのかちょっともう。 きつい口調になっちゃったと思うんですけどもはと、い、がめたら、はい、もう私は悪くないんだっていうその言い訳が出てきてはいそれも本人も多分緊張のせいだと思うんですけどニヤニヤしながら言うんですよはい余計怒りに火を注ぐと思いませんかそういう態度ってそう,そうですね本当にに余計に 理解していいただけまますすよねはわ、い、かりますな,なんでそういうその楽譜を勝手に片付けるだから善意だと思うんですよ悪意じゃないですよ隠そうと思ってやってたわけじゃないでしょうからはいまずなんでそういうことをしてしまうのかそしてその謝る時にニヤニヤ言い訳する何でそういう態度になってしまうのか。はい いいいろいろ話聞いたんですよあの教室でそういうとこ直したいっていうふうにしてきてるぐらいですからその方の原因とか、はい、そういうのもやっぱり知った方が解決してあげられると思うので,、はい、でいろいろ話を個人的に聞いていく中で出てきたのが、はい、自分は人に愛されていないっていうなんかすごい強烈な被害者意識があったんですよね。はい。で,なんでそういうそのきっかけというか。 みたいなのを聞いたらその方は中学生の時にお父さんが亡くなってしまったそうなんですよ。はい、でそこから自分は愛されていない家庭環境お母さんとの関係は悪いっていう風に聞いてないんですけども、はい、要はいろいろ個人的に深く話を聞いていったら行き着いたのは自分は中学生の時にお父さんがいなくなってしまってその愛された経験がないっていうようなことが。 まあ大本みたいなところになったんですけどもはいでもねはい中学生の時にそのお父さんが亡くなったってまあそれは嬉しいことではないと思うんですけどはいそうですねそれがねご本人にとってはものすごく悲しい出来事だったと思うんですがはいでもそれと他のの人には何の関係もないんですよねはい H さんにお店の資料バーンと送って H さんがもう頭抱えちゃったり。 はい、楽譜を勝手に片付けられてパニックった俺からすれば、はい、なんでそういうことするのって言った時に「いや私中学生の時お父さん亡くなったんで」って言われてもはいそうですねで。私はそういう、まあ、経験があるというかそういう人生だからって私は何あったって被害者で私は悪くないんだって言われても、はい、何を言っているんだこの人はっていうふうにしかならないじゃないですか。 はいそうですね結局その方にとっては自分はそういう悲しい出来事があったから私は悪くない私は何しても許してもらえるっていうかそういう自分の言い訳の免罪符になっていたように感じるんですね話聞いたら。ははい私はどんな相手に、ねこう悪い 悪意がやってるわけあってやってるわけじゃないんだけどもうまくいかなかった不快にさせてしまったでも私は中学生の時にみたいなそれでだからしょうがないでしょっていうふに彼女は思っているらしいんですけどはいだからって言ってそれで相手を不快にしていいっていうふうにはならないですよねはいそうですねでね同じようなタイプの方っていうのはやっぱりいてそういう人たちってあの共通してる点があったんですけどはい 自分は被害者だ私は悪くないんだ私は劣っていないんだそういう部分がすごく強く表に出がちなんですよ。はい、でそれが転じて、はい、私は間違っていない転じて私は正しい私は劣っていない転じて私は優秀なんだ私はできる人間なんだ私は特別でもっと愛されてきた。 すべからく私はもっと評価されるべき存在なんだみたいな立ち居振る舞いが出やすいんですよね。はいというかそういう要素が出てる人に話をよくよく聞いていくと一番の根っこに被害感情っていうのが出てきてたんですよ。ははいい意味通じますか、ねはい、かりますすかかねわりでここでね。はい 自分はもっと評価されて愛されるべき存在の人間なんだと思っても現実そうなっていない、はい、とまあ嬉しくないですよねはいそうですね余計に辛いですねですよねだからムカついちゃいますよねはいそうですね私はみんなに愛されるはずなんだでも誰にも愛されていないところが嫌われるなんでくっそでも自分は悪くないと思ってますからはい イイライラするでしょうねはいそうですねそれを日常的にずっと抱えてしまうわけですよはいどうなるかといえばはい絶えず警戒してしまうんですねはい自分の心傷つきたくないわけですから誰だってはいそうすると傷つけられないように自分を守るために警戒しちゃうと不機嫌になっちゃうじゃないですか はいそうですねでもまだ不機嫌な感じになりますよねどうしたってはい自分は何かしてもその傷つけられたくないんだぞっていう強い気持ちがあるとなんかこっちからすると何この人をすごい警戒してんだろうってやっぱ伝わっちゃうものがあるでしょはいあやりますその醸し出す雰囲気で例えばライブ中に写真撮られてもはい 俺が普通にライブやってあ写真撮ってくれてんだ嬉しいんだな嬉しいなじゃなくてものすごい何かこっちを警戒してるような人がこそこそと写真撮られると盗撮されてるみたいになっちゃうじゃないですかはいその雰囲気が嫌だったんですよねはい意味分かってもらえました はいいわかりますライブで写真を撮っているそのことは同じこっちの邪魔にならないように悪意がないそれが同じで写真撮ってくれてありがとう気遣ってくれてありがとうって言われる人もいればはいなんかこそこそ盗撮してるような雰囲気になっちゃって演奏してる時もすんごいこっちが気になってなんかムカムカきてはい二度とあんたにはたどみたくないっていうふうになっちゃうのとはい。 本人は悪い気は全くないんですけどもやっぱり与える雰囲気によって結果って180度違いますよねはい本当にそうですねそういうことをねあなたはこういう傾向があるんじゃないかなとこういうとこ気をつけた方がいいんじゃないかなと散々に言ったんですけどやっぱり本音のところでやっぱ受け入れないんですよでも,でもそう先生の言ったことは分かります確かに私そそうううういいとこああるるししうう経験もあるし でも私はやっぱり悪くないですよねっていうふになっちゃうんですよその方ははい私悪意があってやってるわけじゃないしわざとじゃないし一生懸命やってるしお店だってたくさんのこと調べたじゃないですかでもそのことで A さん本当にかに頭抱えるぐらい困っちゃったんだようんすいませんでしたでも私は悪くないですよねっていうのがどうも治らなかったんですよね でそれでまあ教室を去っていったんですけどでもねかんその方はね10年近く習ったんじゃないかなはい本人も治したいし治らない治らないってことは日常生活もずっと辛いわけですよそうですねでそれを治せるのは俺しかいないって彼女は思っていたんでしょういろいろこう具体的に説明もしますからねはい俺も向き合って レッスンとか関係なく個人的に飲みに行っていろんなお話を聞いたりアドバイスとかもしてそういう人ってやっぱりなかなか他にいなかったみたいですからはいで俺も治ってほしいからと思って一生懸命そういうふうに接していたんですけどもでもやっぱりね最後のところで先生の言うことは分かりますでも私は悪くないですよねそこで終わるんですよはいこっちもつらいですけどもねそうですね ね、そのまままあ教室を去っていかれたんですがはいおそらくその方はそういう人生を続けているのではないかと今もはいだ結局孤独ですよねそうですね他の人にも日常的にあるところで人を不快にしてしまう嫌われて てしまうことの方が多いでうちの教室のやっぱ他の会員さんなんかでもその H さんなんかみたいに H さんは車上荒らしを笑って話すぐらいの人があの人ははちょっとっとて言うんですよ、はいで俺みたいにその真剣にね向き合ってあの良かれと思ってアドバイスしてもこの人ダメだなーみたいになっちゃうその F さんはやっぱりずーっと。 とと孤独でいいくかもしれないなとうーんそうですねどうですかねそういう人生すごくこう寂しいですし嫌ですしはい心を閉じている人生というのはどうでしょうかうーん本当にこう 何も良くならないですし、うん、本当にこうまあねその F さんに孤独になってほしいと望んでいるわけでは決してないですから F さんが、はい、どうのこうのっていうことじゃなくって今このね話を聞いてくれている天下さんや受講生の方動画を見てくれている方にね伝えたいことははい あなたがそうならないために必要なことっていうのがあってそれは何かをお伝えしたいんですよ。はい。大切なのは PIS。はい。PIS とは一体じゃあ何なのか。はい。これナポレオンヒル・プログラムにも出てくることなんですけども本当にこれがね人間関係を劇的に良くする肝なんですよ。はい。貞子がま貞子が いなくなくっちゃうんじゃなくてなななこが怖くなくなるために必要なこと、はい、あなたにとっても例えば仮にすごく嫌な苦手な嫌いな A さんが死んじゃうとかそういう話じゃなくって、はい、あなたが A さんを見ても接しても嫌じゃないネガティブな感情がまま生まれなくなるための方法が PIS。はい。どううででしょうはいいすすごく知りたいです じゃあここからね、これについてしっかり話をしていきたいと思うんですが、一旦区切らせてください。ありがとうございました。ありがとうございました。